店で必要なものがあったらいつでも言ってください。はい、どうもこんにちは、ブーチャンネルです。今回はミカスノーバディの能力をね見ていきながら、まあ、引いた方がいい、引かない方がいいあたりのね、まあ、いつものやつをやっていきましょう。はい、まあ、とりあえずね結論からいきましょう。いつも通りの結論からいきます。引くか引かないかは、まあ、正直プレイスタイルによります。はい、まあ、それどういうこっちゃっていう話なんですけど、その辺もね理由を説明していきます。まあ、まずはね引いた方がいい人、まあ、4種類の人かな。アリーナ頑張りたい人、レイド頑張りたい人、将来性を見込む人で、あとは自分とプレイスタイルが似てる人。はい最後に関してはまあちょっといつも言ってることなんで最後に話します。まあ、まずアリーナに関してですね、まあ、この子純粋にバーストゲージを貯める速度が現状全キャラの中で一番速いかな。オバロとかね、まあそういうの抜きにして、まあ素の状態で一番速い。アリーナ勢はね、まあわかると思うんですけど、バーストの貯める速度ってめちゃくちゃ重要なんですよ。なんでまあアリーナ勢は引いておいた方がいいかなと思います。はい、で2種類目ですね。2種類目の方、2種類目の方、レイドコンテンツを頑張りたい方は引いた方がいいですね。まあ、この子のねスキル1とかも割とスタック溜まるまでが1分前後かかるっぽいんですよ。状況にもよるんですけど、はい、なんで3分ぐらいかな、レイド確かぐらいかかる、そういう長期戦においてまあ、進化を発揮するキャラですね。あといろいろできるっていう部分も優秀で、パーティーの幅がだいぶ広がります。はい、なのでレイド系でも頑張りたい人は引くべきです。で、3つ目、将来性の部分ですね。はい、この子、なんと全属性対応のスタックバフの持ち主なんですよ。はい、でこれね結構ピンとこない人の方が多いと思うので説明すると、このキャラのスキル2が発動するとスタックススキルの、効果が簡単に言うと強制的に発動できます。なんで直近でね実装された頭部みたいな、ちょっとスタックしづらくてでもスタックフルスタックすると強いよみたいなキャラが出た時にめちゃくちゃ優秀、どのキャラが来てもどの属性のキャラが来ても使えるっていう部分で将来性。まあ、ちょっとこの後言うんですけど、将来性なんで現状この子とシナジー組めるちゃんとした子が多分頭部ぐらいなんですよ頭部ぐらいしか多分いなくて、まあ、他にもねスタックキャラはいるんですけど、まあ、基本的には別にこの子で発動する必要がなかったりとか、っていうのがまあ大体なんで、まあ現状その辺扱いづらいっていう部分でまあ微妙かなとは思うんですけど、このゲームね平気で1年間復刻しないんでマジで待たせるんですよその1年間の間にやっぱりねいろんな新キャラ来ると思うんで、その中にスタック継続系の強力なねキャラが来た時、うわ引いとけばよかったって絶対なるんで、まあそういう部分があるんで将来性を重視したい人は引きましょう。で最後ね、自分とプレイスタイルが似てる人、はい、これに関しては限定キャラとかね、こういうちょっと使えそうだなみたいなキャラが来た時ね、ガチャジュエルとか、まあ、チケットを使っちゃって金チケットを貯める人は、引いていいガチャかなと思います。今回のキャラは、はい、まあ、ピルグリムにねその金チケットを突っ込むと、まあ、という感じですね。で引かない方がいい人は、まあ、純粋に現状ね戦力になるわけではないんですよ。即戦力になるようなキャラではないんで、まあ、前回ね1周年記念できたレッドフードみたいな、ああいうなんかもうステージを壊せるようなキャラクターではないので、まあ、そういうね現行戦力を強化したい人、まあ、今言った引くべき人に当たらない人は、温存ですね。まあね年末年始ももう近いんで、年末ガチャねぶっ込みたい、全突破したいって人は貯めるべきですね。はい、まあそんな感じでね引く人引かない人の説明終わったんで、まあこっからはちょっとスキル見てまあペラペラと話していこうかなと思います。はい、まずスキル1ね、整理整頓、120回命中で味方全体に受けるダメージ 2% ダウンで、10スタックするんで最大 20% ダウンかな、15秒間維持と。でこれ1個前の動画でスタックしづらいんじゃないかみたいな話をしたんですけど、まあ割とね安定してスタックできるっぽいですね。まあずっと遠くに敵がいるとか
まあ、めちゃくちゃ移動する敵がいて攻撃が切れる、もしくはスタンがめちゃくちゃ長い敵とかなじゃない限りは基本的にはスタック継続できる感じっぽいです。はい。でフルスタック状態で相談数アップ、まあこれ偉いね、 40% アップ、うん、強いかなと思います。はい。でスキル2、通常攻撃150回命中時に味方全体に、スタック数プラス1と、うん、まあこれねさっきも言ったけど頭部とかスタック量プラス1のキャラに使えると。はい。で戦闘開始時にバーストゲージ射出速度 300% アップ、これ4倍だね、だいたい通常よりも4倍速いと。いやずっとね、まあ、SMG は貯める速度遅いから300%されたところでそんなに変わんないんじゃないかみたいな話をしてたんですけど、もう全然普通に速かったね。なんなら過去一っていう、まさかそれはないと思うけどめちゃくちゃ速いかもねみたいな話してたらさ、前回の動画で本当に速かったっていう、本当に速いんかいっていう感じですね、スキル2は。はい。でバーストスキル、味方全体にデバフ解除、スキル発動者基準の攻撃力バフ、まあ、40% アップ、5秒間。まあこのバーストスキルはね正直まあそんなかなと思ってます現状。まあデバフね解除、まあ、これもウルトラみたいなああいうデバフをばらまいてくる敵とかにバーストのね回転率が相当速いんで、バンバン味方のデバフを解除するみたいな動きができるのはめちゃくちゃ強いですね。うん。でまあ5秒間維持なんで攻撃力バフは、まあここはそんなに、まあ強いけどバフできる部分は、ただ秒数が短いんで、まあ、ちょっと瞬間火力が上がるぐらいの認識でいた方がいいかなと思います。はい。まあメインはね攻撃力バフってよりはあのその他のまあ味方へのバフのばらまき、デバフ解除、回転率の高いデバフ解除あたりが強みになってくるかなと、はい、思います、このキャラは。っていう感じですかね。まあめちゃくちゃ強いキャラではないけど将来性的にはめちゃくちゃ希望があるキャラ。頭部と似てるね、本当に。頭部引いた時もそんな感じだったわ。はい。ということで新キャラとかまた来たらいろいろね動画作っていくんで、よろしければチャンネル登録高評価してってもらえると嬉しいです。ではまた次回の動画で、もしくは生放送でお会いしましょう。またね。